大相撲春場所4日目、2024年3月13日エディオンアリーナ大阪、全相撲の3日目が行われ、今場所の新弟子や番付外から再出世を目指す力士ら計31人のうち A 班の16人が相撲を取った。モンゴル出身のデミデジャムツ改め制白鵬、23イコール宮城野部屋が2勝目を挙げ、1番出世を決めた。この日の相手は、静岡。 飛龍高だか出身の白坂海目白竜、白竜、十八イコール音羽三部屋。白鳳、宮城の親方、の弟子、清白鳳と、白竜、音羽山親方、の弟子、白竜という、共に横綱の四コ名の一部を受け継ぐ期待の新弟子対決となった。清白鳳が立ち合いすぐに右を指して左で浅い上手を引く得意の形に、寄っておいての左上手投げで勝負を決めた。 全相撲は先に参照した力士から出世が決まり、翌場所の番付で上位に位置することが決まる。人数の多い春場所は2班に分かれており、それぞれ2勝すれば勝ち抜けとなる。これからが本番なので、その第一歩として集中していきました。聖白法が今場所の31人の中で最も早く出世を決めた。明日5日目に新序一番出世力士の披露が行われる。 聖白鳳は宮城の親方の化粧回しを締める予定で、楽しみです、と胸を高鳴らせた。この日、二勝目を挙げた力士は以下の四人。聖白鳳、聖白鳳、二三イコール宮城の部屋、本名イコールスフバヤルデミデジャムツ。鳥取城北高、同志社大出身、雷嵐、イカズチ嵐、十八イコール雷部屋、本名イコール岩本風樹。大分、北林高校出身。 今村、18イコール二所の関部屋、本名イコール今村慶吾兵庫、法徳学園校出身。関本、18イコール大野松部屋、本名イコール関本修治。千葉、拓大広陵校出身。